デカキン TV レディゴー。ということで今日はですね、牛を一頭食べてみたいと思います。焼肉パズルっていうのがあって、部位が全部わかんない。丸腸、島腸とか書いてあって、食べたら組み立てていこう。2人で一頭、内臓とか空っぽで、ホルモンパーツと肉パーツに分けたから、じゃあもうどんどん埋めてこう。タンと千枚とギアラ、牧場牛タンにしたんですよ。牧場にしたんだこれ。はい、まあ、勝手にそういうのやめろよお前、まあ、金かかるんだから。いやいや、最後一切れタン完食ですね。タンが装着されました。タンつけた瞬間いきなり小肉たらしい牛になっちゃいました。千枚俺好物だからマジ好きなの。完食しました。ワンちゃん行ってみるか。はい、ギアラうまい。ギアラめっちゃうまいよ。はい、ということで3つ埋まりました。これどんどん行かないとマジ間に合わないよ。まあ、マニアックな部位もあったんだよね。品物としてなしないやつもあるんですね。クワに関してはえみたいな切り返されたもんね。つらみとかも意味わかんないから。若者言葉みたいな。つらみとかって言ってそうだもんね。はい、殻でいくしかないか。あ、でもまあまあ食べてないんだから。まあそうですね。始まるよ。でまだ肉臓いってないから。いや、そこは不安ですね。だから早めにホルモン終わらしちゃわないと。辛みが内臓なんだね。辛みと赤つぼちょっと。うまそう、うまそう。あ、超テカってますね。いただきます。パツ。全然臭くないね。毎週並みなの。多分ここかな。辛み。油すごい。たまんないな。辛み完食です。おい。お、繋がってきた。繋がりましたね。ミノ。ね、これ。これ島町丸町じゃない。はい。じゃあそうっす。本当にダメだな。できるぶりしてお前本当にあれだろ。いや、自信あったんすよ。お前中卒だろお前。いやいや。大学でかいと思って。ミノね。ミノ。出し出し。やばいやばい。火事になってる、火事になってる。島町こんな燃えんの。油ぶっとけたみたいな燃え方してましたからね。肉の効果も。うまい。ホルモンってむずいよね。いや難しいですよ、ね、いつ焼け時なのか。お、うまからのタレがやばい。はい、ほとんど埋まったじゃん。はい、骨入れました。じゃあ肉ゾーン行こう。とうとう肉ゾーン行こう。じゃあ早速ですね、はい、肉パーツに行こうと思うんですけど、はい、14パーツあるのね、肉パーツが。14パーツあって、はい、9パーツがないんだって。ほとんどねえじゃん。置いてないですよね。いや、置いてない。専門店じゃないから、ね。うん、いやいや、家族向けの優しいお店だから。そうそうそう、残り何パーツですか。残りだから5パーツ。達成みたいなもんじゃないですか。まだ達成じゃないよな、これな。まあまあまあ。達成じゃない。まだどうなるか分かんないって。達成じゃねえか。しんどいですね。いやいや、こっから分かんない。どんな肉出てくるか。いやいやいや。ないものはやらないということで決めてたから。前原って何これ？土地？土地の名前じゃない？これ前原って。まあこれは、はい。今回は、なしにします。すいません。これはなかったんで。申し訳ないです。キューパーつくわ、見るぞ。これちゃんとやっつけてくださいね。うん、もちろんもちろんもちろん。焼肉といえばカルビ。カルビ、いただきます。お、さっきまでホルモンだったからさ、すごいしっかり肉食べてる感じするわ。はい、カルビ完食です。てかりさん、ここね、ここ俺ここ、俺ここだと思って。ほら、正解。ここにある、ここ。肉っていうところで通じてることあるんですかね。いや、ある。俺のこと肉って呼んでんだ、お前。肉っていうことで通じてるじゃないだろ。肩ロース。わ、美味しそう。油がすごいのが多かったから、はい、さっぱりに感じる。絶対ここじゃん。外ももと内もも、はい、主なんで一緒ということで、はい、2人前にさせてもらいました。うまそうですね。やっぱ牛は違うよ。いやいやいや、こんなピカピカしてる。ちょ待って、何進めてるの。いや、まだデカギさん、デカギさん、ちょっと黙秘させてもらいます。牛ももあればあるけど、なかったから鶏ももで。弁護に弁護できないですね。鶏の匂いしてますね。うまそうな、鶏肉の。鶏もも2人前ね。これでもね、どうですかって提案してくれたから、優しさで、いいじゃん。鶏混ざっててもいいじゃん、この内臓に。鶏はさ、夜中食べても太らない気がするから、もうまんまん食べれちゃうよね。ささみ切ったりしますもんね。じゃあ最後、首。牛の首はやっぱ違うよね。希少部位ですね。食べせてるから、カエル食べてるの。辛かったな。うわかった。何だその顔。何を見せてるんだ。完食です。いやー、この骨をつけて、スカスカじゃない。お腹の周り皮下脂肪、スカスカ。
からないこれマジで。このパズルはそんな爽快感なかったけど、もっと爽快感のあるパズルがあるって。そうなんですよ、デカキンさん。もう初めて。いやでも俺今 LINE しかやんないからな、なんかそういう連絡の LINE しかやんないから、アプリゲームとかやんないのよ俺。それが LINE のアプリなんですよ。 LINE のアプリなの。はい。おいおいおい、じゃあちょっとそっちのパズルやってみようか。 LINE 婚約者もいいとこだもんということで LINE パズルフレンズをやっていきたいと思います。まずね、もうとにかく絵が可愛いですよね。で、主人公がこの人間と猫とウサギと怠け者がいて、でそれぞれに仲間をつけられるんですよね。アメリアとかララ、スカル、バリッサ。運が良かったっていうのもあって結構強いのをねゲットしました。じゃあ早速プレイしてみましょう。でこれパズルをねこう重ねることによってその色にすることができるんです。だからまあここだったらまあ一回炎にしちゃって、緑にしちゃって水色にしちゃうっていう、そしたらこう広範囲でパズルができちゃうっていう感じですね。じゃあまずスキルを使います。はいはい、緑が赤になりました。いいじゃないこれ、コンボいくだろ、これいくだろ、8、9、9コンボ。やっぱスキル使うとコンボが揃いやすい。で中にはスキルでこう攻撃が入ってるから、うわ強っ強っ。召喚でドイツでいこうかな、バリッサでいきましょうか。で真ん中に合わせんの、いけ、パーフェクト。はいはい、うわうわうわ、永遠と攻撃してる、おほほほ、やばー、もう絶対倒せるじゃん今のだったら。何か思い出したのヒロ、これってまさかひょっとして記憶が戻ったの。いやー僕ってこんなに絵が下手だったかなと思って、あはははこの矢を食らうがいいにゃ。コミカルですね。一回紫にしちゃって、炎にしちゃって、最後緑いけんじゃない、どうどうどう、9、11、11、11コンボ。いったね、結構今必殺技が使えます。必殺技はもう全員必殺技使おう。はい、もうこれでねそれぞれのキャラクターがこう必殺技を出してくれるから、これでだいぶ有利に進められますね。はい、1匹倒した。ここでもう召喚使えばいい。召喚アメリア、アメリアでいきましょう。タイミング、よし、パーフェクト。どんな攻撃なんですか。剣で、うわわわわ、もう突き刺して、めっちゃ突き刺してる、うわー。でもあんま食らわなかったな。バリッサのスキルいきます。うん、バリッサのスキルが一番強い。工房というとこで装備をですね作ったりもできます。今つけたこの装備によってこれ攻撃力が上がったり、こう体力が上がったりします。でしかもこう見た目が変わるのもいいよね。もうめっちゃかっこいいもん。でそれでですね、なんと2人で同時にプレイすることができる共闘っていうやつが実装されたらしいんで、もうこれは LINE 友達とぜひやってみてください。このガチャで風と光の属性フェスティバル開催してるんで、これ引きましょう。星5出たらもう最高なんで、光の属性欲しいからね、光の属性で星5を当てたいですね。いいの出てよ、お願い。はい、さあ星5ね、星5、いけ、お、今なんか光り方が、はい、お、来た、え、大当たりな気がする、来た光のヘルメス、めっちゃ嬉しい、ヘルメス出た。わーでも星4ね、ライダーエドワードかわいい。今動画配信記念としまして Twitter の方で素敵な特典がもらえるチャンスがありますので、ぜひぜひ概要欄の方を見てみてください。